こんにちは、あやかです。今日はお茶の水に行ってキーボードを、そして秋葉原に行ってパソコンモニターと SSD、NAS などの増設メモリを見てきました。お茶の水も秋葉原も楽器店、電気店が多く、どこに行ってよいか迷いますが、クリエイティブ系向けの品揃え豊富なところを見つけることができました。少しでも参考になれば嬉しいです。こちらが今回見ていきたい機材になります。キーボードはノード、モニター類は映像3、増設メモリー類は各種 SSD、ハードディスクを探しに行きたいと思います。こちらが今回行ったお店で、お茶の水の黒沢楽器さん、秋葉原駅のつくもパソコン本店さん、つくも EX さん、ソフマップさん、パソコン工房さんに行ってきました。では最初にお茶の水の黒沢楽器さんに行っていきたいと思います。黒沢楽器さんは JR お茶の水駅のお茶の水口から徒歩 2,3 分で着いてしまいます。こちらです。黒沢楽器さんにやってきました。キーボードをちょっと見ていこうと思います。ノードの機種には以下の種類があります。大きな違いはインストールのできる音色の種類です。上位機種のステージは全ての音色をインストールでき、下位機種になるに従い特定の音色をインストールできるようになります。私は今のところそんなにアナログシンセに興味がなくて、そして興味があったら中古のモーグなど実機のアナログシンセを購入したいなと思うので、エレクトロを狙っています。鍵盤のハンマータイプは以下の3種類です。私はグリッサンドを多用するわけではないので、ピアノの弾き心地に近い HP がいいなと思っています。もう音色もレトロでめっちゃ可愛いし、見た目も可愛いし、操作もそんな難しくないので本当に気に入りました。今回訪れた黒沢楽器さんのキーボードエリアは所狭しとたくさんのキーボードが置かれていて、ローランドもヤマハも有名どころを取り揃えていらっしゃるなという印象でした。ノード、エレクトロ、HP の展示もここにしかなかったので、またいろいろ店員さんに教えてもらいながら検討していこうと思います。私秋葉原行こうと思ったら神保町の反対側来ちゃって、でも本屋さんもあってすごい楽しかったです。では気を取り直して次は秋葉原に向かっていこうと思います。見てください、秋葉原たどり着きました。東京住んでいるけども観光客気分になっちゃいました。秋葉原って意外と3社5路線が乗り入れてるらしいですね。大正時代に当時初めての高架貨物駅として誕生したらしいです。高架が高くすごく印象的だなと思いました。また万世橋から見る神田川がとっても綺麗です。明治時代に建造された旧万世橋駅のレンガ造りも合わさり趣があるなと思いました。では最初につくもパソコン本店さんに行ってきます。パソコン本館2の地下1階にモニターエリアがあります。今はどこのお店もゲーミング PC が多くて、ほんとクリエイティブモニターはここしか置いてありませんでした。もともと映像 CS2400S を購入しようと思ってたのですが、解像度が HD のものになり 4K は編集することができません。また他社は色彩の調整でムラができやすいようです。であれば貯金して上位機種を買った方がいいのかなと思いました。次はつくも EX さんに行ってきます。 SSD やハードディスクを探していこうと思います。ハードディスクスタンドを使って自宅に置いていこうかなと思ったんですけど、ハードディスクも外付けなんですけど本当に3回ぐらい壊れちゃってて、なので SSD の方がいいのかなってことで、この SSD を買ってケースに入れることもできるよと教えていただきました。次にパソコン工房さんに行ってきました。店員さんに NAS というハードディスクをネットワークに接続できる機器を教えてもらいました。外出先でもアクセスができるようです。次にソフマップさんに向かっていきます。こちらでは SSD やハードディスク、NAS などが実機で置いてあったので、箱の状態ですがサイズがイメージしやすかったです。はい、ということでいろんなお店でメモリー機器を比較することができました。先ほどもお伝えした通り、ハードディスクで3回壊れた経験があるので SSD が良いなと思っています。
ですので保存データの品質、セキュリティを考えると金銭的な余裕があれば外付け SSD と NAS での管理が一番良いと思っています。ですが他の機器もあるので金銭面からしばらくは外付け SSD で運用し、余裕があれば NAS を構築していこうと思います。はい、ということで実際に実機に触れられ、キーボードではタッチの感触や鍵盤の大きさ、本体の重量など具体的にイメージができ、モニター類では視覚的に色彩の違いを感じることができました。また SSD なのについても NAS など違う選択肢を知れてとても勉強になりました。お茶の水も秋葉原も音楽とカメラが好きな私にとってど真ん中の土地だったので本当に楽しかったです。金銭的にすぐに実現できないことはありますが、ゴールが明確になりまた頑張って貯金しようと思いました。少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye. I know